木村さんはちなみに、久保建英のマドリーの来季の復帰とか、まあ、マドリー戻ってくる確率はどう見てますか？低いですか？戻ってくるかどうかわからないですけど、今の久保が今のレアル・マドリーに入るとすれば、僕はアセンシオのファンには悪いけど、今の久保の方が今のアセンシオより上かなとなるほど。思ってます。だから周りが変われば、マジョルカではなかなか今周りで生きてないけども、今のレアル・マドリーの戦い方で、久保が右っていうのは、右サイドに入る、右フォワードに入るっていうのは、スリートップの右に入るっていうのは非常にマッチするだろうし、ものすごく活躍して、インパクトの大きさは、アセンシオの比じゃないっていうふうに思ってるんですよ、実は。まあ、ただ、ロドリゴの方が上なんで、ロドリゴがレギュラー、久保が控えっていうことにはもちろんなるでしょう。ただ、その現実的に、来季のレアル・マドリに久保の入るところがあるかっていうと、まあ、ハーランドとエムバペが来ると入るところはないですないよですね。ね。久保がインサイドミッドフィルダーっていう選択肢はないと思います。ないですね。もうちょっとできるかなって、インサイドミッドフィルダー的なこともできるのかなと思ってたけども、やっぱり本当に攻撃に特化した選手ですね。なんで、あんまりキープとかやらせてもできるでしょうけど、得にならないチームのために選手なんで、そうするとやっぱり使われ方が、限定してきて、前に置くしかない。本当は2列目に置けるような選手であればいいんですけど、1列目に置くしかないんで、そうすると今のレアル・マドリーは1列目は厳しいですね。来年はさらに厳しい。来季は。なんで、戻れないし、本人も戻ってきてもしょうがないっていうふうに思う判断するんじゃないですかね。わかりました。ただ、力がないわけじゃなくて、今の久保ならアセンシオより上で、レアル・マドリーで、今のレアル・マドリーにいれば、相当アシスト、得点ともに伸びるんじゃないかなと思ってますけど、アクセント作れるんでね、右でね、今、アクセント作る選手が、ロドリがもうちょっとやってくれればいいんだけど、アクセントは作れないし、アセンシオはアクセントを作る仕事嫌がるんで、フィニッシュにこだわりすぎるところがあるんで、アクセントを作ってリズムを落とすことができる選手っていうのは今、久保が入れば、レアル・マドリーの久保しかいなくなるんで、右サイドで。なんで、そこは非常に評価してます。なるほど。